いてて。いてて。あ、マラソンできそう。黒い方が可愛いかな。いて。こんにちは。やばいよ、寝癖っていうんかな、何癖っていうんか分からんけど、癖がやばいことになってる。こんにちは。今日は雫公園です。ルンバの最後のアイドル生活日ですね。今日ルンちゃん今ショールームやってるんかな。ということで皆さん盛大に盛り上げていきましょう。盛り上がっていきましょう。私も盛り上がっていきたいと思います。やってるよね。さっきさ、やろうと思ったらルンバがいた。羽ピン痛いわ。あ、そうだよね。だからみんな来てくれるルンバちゃんファンの皆さん、またまたオンデマで見るルンバちゃんファンの皆さん、一緒に、まあ家でも劇場でもね、声出して来ましょう。今日はね、卒業公演なんで帰って、あの終わる時間も遅いですし、帰ってくる時間も遅いので、帰ってくるのが遅いんで、ね、ちょっとねこの時間にやりますね。なんならちょっと卒業公演もあるからさ、逆に家出る時間も早いんですけど、なんで雫公園とかやばくない？やばいんだけど。あ、やばい。やばい、歌えるかな？私のユニット。なんだっけな。枯れた心が息するようにか。女はひどく愛したわけを。一つなくしたジグソーパズルね。パパパ、誰も知らないまで落ちてゆくわ。緊張するんだけど、久しぶりすぎてさ、緊張しちゃうよね。やばい、ドキ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 。許し合えたらひどいよ、夢みたいだけあった。なんかさ、緊張しちゃう。僕の胸の奥でマックス高まること。
息を一つする間に、ダダ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 。やばい、なんかもうほんとこの曲自体1ヶ月ぶりとかじゃないかな、ゆりの。そんな前じゃないか、いつ出たんだっけ前。しずくしずく、なぎの卒業だから、あ、本当になぎの卒業が31だから、本当に約1ヶ月だ、ほぼ1ヶ月ぶり。おい、そっか、1ヶ月出てないか。確かに私なぎの卒業公演以降誰の卒業公演も出てないからな。確かに確かに確かに。確かに確かにですね。おくびれちゃった、すいません。昨日何時に寝た？2時ぐらいかな。全然寝れんくて、普通にゴロゴロしてて気づいたら寝てたみたいな感じかな。そうね、2時、うん、ゴロゴロ、そう、寝れへんなとか思いながらゴロゴロしてて、で気づいたら朝、そうそうそうって感じでした。バスケの録画しましたよ、私。もちろんもうちゃんと絶対忘れると思って昨日録画しました。7時なんぼからなんでちょっともう見れないんで、もう録画にしようと思って録画をしました。バッチリ、マジ結果教えんでね、みんな。私はもう帰ってきて本当に楽しみにしてるんだから、本当に楽しみにしてるんだから、結果教えないで。今日はゆりなちゃんは今日は劇場公演でいいプレイいいパフォーマンスを頑張るし、バスケットも家帰ってきて皆さんがしてるいいプレーを見て頑張るぞっていう感じですです。たださ、 SNS は絶対見るんだよね。なんでかって言ったら、そのうんちゃんの卒業公演が終わったら、まあありがとうございましたみたいなツイートやんじゃん、絶対 SNS 見んのよ。だから絶対さ、その、まあ、見ちゃうんだよね。だってさ、バスケのさ、家帰ってくるのめっちゃ遅いんだよ、劇場公演だから。でさ、めっちゃ遅いじゃん。それでさ、バスケなんて見てたらさ、もう日付変わってまうから、普通に余裕に。そんな、それでさ、るんちゃんの卒業公演さ、ありがとうございましたって日付変わってからちょっと言うのもなーってなっちゃうじゃん。そう、だからさ、それはあれだから、まあ、見ずにはいられないんだよね、 SNS、 ツイッターかな、特に。そう、どうしてもね。だからちょっと無理です。まあでも見ちゃったとしてもいいや、別に。応援する気持ちは変わらんし、結果がどうであれきっと素晴らしいプレーを見せてくれるであろうから、まあなんか正直そのね、結果が全てではあるけども、でもそのなんて言うんでしょうね、そのさ、
なんだその過程はさ、結局でもその人たちのさ次につながってるわけじゃないですか。いいプレーをしたらね、そのあれがあるから、なんか全然全然、あ、そう、ツイッターって言っちゃう、 X ね、私ね、まだね、あの更新してないから、自分ツイッターなんですよ、まだ鳥いるんですよ、自分、そう、まだ自分鳥なんですよ、だからツイッターって言っちゃうの、ツイートだし、まだそう、私ね X になってないんですよ、だからもうやばい、ツイッターって言っちゃう。食、あ、今日はルンバをよろしくお願いしますだって、お任せください、一緒に盛り上げていきましょうね。職場でもバスケの話題で盛り上がったり、でしょうね。私はもうね、昨日もね、めっちゃバスケのなんか、 あのなんだっけ、あるじゃん、公式の TikTok があるのよ、あのその代表選手たちのやつのね、めっちゃ見て超テンション上がってたそんなもん見てたから寝れなかったんかもしれんのんだけどさ、そう、めちゃくちゃよかった。え、なんかちょっと私バスケマジでバスケット選手全然知らないんだけど海外のすごい人とかね全然知らないんだけど、なんか河村選手がなんかバスケのなんか誰かすごい方になんか見つかったみたいな感じのやつを見たよ、ツイッターかな。でそのね、名前がねもうねカタカナだから全然覚えられないんだけど、ちょっと誰だったかな、忘れてた方に、なんかそう、河村選手のことについてツイートしてたんかな、なんかそう、それで河村選手が見つかったみたいな、誰々さんに見つかんのはやばいねみたいな、すごいみたいな、なってたんだよな、誰だっけ、知ってる人いない、それその話題、うん、誰だかな、忘れちゃった、ちょっとねカタカナがね覚えられないんだよな。そう、ちょっと誰か忘れちゃったんだけどね、だったんですよ、ちょっと誰だっけな、海外のね方なんだよね、でも私はね存じ上げないからね、申し訳ない。私もバスケはさ、ジョーダンのさなんか服と靴とさみたいな、そういうのしか知らないんだよマジで選手はもう本当に、選手はその限られた人しか知らない、海外の選手は全然わかんない、日本の選手もその一部の人しかわかんないから、わかんない、まあ、誰かわかったら教えてこの話題が誰かわかった人教えて、マジ誰だったっけな、八村塁選手が勝ったことにツイッターしてて、あーね、八村塁選手はめっちゃ有名じゃないですか、存じ上げてますよ、八村塁選手すごいよね本当に、なんだっけ、ジョーダンと契約してるんだっけ、靴ね、めっちゃすごいよね、すごい、普通に考えてすごい、スポンサーってことでしょ、だからやばいね、すごいすごいね、それはそれはすごいよ、スポンサーがいる時点でマジですごい、普通に考えて、なんかスポンサーいるってそれだけ注目されてるしさ、特に有名なところがさスポンサーついてくれてるってさ、本当にすんごいよね、しかも特にさ、うちらみたいに団体ではなくて個人でついてるってわけじゃん、個人にスポンサーついてるってすごいよね、でもスポーツ選手ってみんなそうか、みんな個人にスポンサーがついてんのか基本的に、いやすごいな、個人にスポンサーか、なんか自分ではあんまりなんて言うんだろう、わからない世界すぎて、なんかうちらだとさグループでスポンサーさんがついてくださってるとかじゃん、個人についてるってなんかすごいね、不思議な感じ、選手の番号覚えてる、いやいやいや覚えられない覚えられない覚えられない、12番が渡辺選手しか分かんない、あと5番と2番だったかな、W ユキ選手が確か5番と2番が W ユキ選手だったかな、このぐらいしか分かんないや、
アスリートは目に見えないコストがめっちゃかかるからね、だって。あー、やっぱそうなんだ。そっか、だってさ、練習するにもさ、だし道具もさ、いっぱい必要だしさ、そういうところではすごいあれなんだね、かかるんだね。そっか、そうだよね。ほら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 、確かに。大変。みんなコツコツ練習してるね。練習してなんぼでしょうね、ああいう世界って。特にスポーツ選手とか、マジそんな気がする。選手たくさん食べるから食やばそう。あー、でも人によるんじゃない？めっちゃ食べてる人もいれば、そんなん食べてない人とかもいそう。なんかわかんない、野球選手はめっちゃ食べるよね、食トレがあるから。でもなんかバスケット選手とかバレー選手とかって、なんか別にそんなに量っていう感じなんかしなさそう。だって体もさ、なんて言うんでしょう、人によるかもしんないけどさ、こう細長いじゃん。で、なんていうの、筋肉って感じじゃないですか。なんかがっちりの仕方がさ、野球選手とさ、バスケット選手とかバレー選手とかって違うからさ、なんかその辺はなんかちょっと違いそう。だってあのキャプテンの方のさ、あの結城選手とか準備運動1分とかで終わるんだよ、あの人やばいですよね。と、あ、もう全然また忘れちゃった名前、と、あの富に、あ、そう、富樫選手とかすごいよ。富樫選手はやばいもん。なんでそんな動けるんかマジで分からん。準備運動1分だよマジで。こうやって退却して焼き付け伸ばして終わり。そんなんで動ける？私そんなことしたらマジであのプッチンやってしまう。足ね、足首がめちゃくちゃ硬くて、だからなんかすっごい足首硬いの。だからね、こう運動する前に足首を回さずに急に走ったりとかするじゃん、足首すぐ痛めんの、硬すぎて。この足首のこのさ、曲がるさ、あれがないのよ、うち硬くてこう曲がんないの。だからなんか毎日足首私めっちゃ回したりとかやってるんだけど、全然柔らかくなんなくて、ずっと硬くて。だからこう運動する前に足首回さずに運動するとピキーンってなって足首 100% 痛めるんですよ。毎日ね、お風呂上がりにこうやってストレッチちょっと軽くやるんだけど、その時に足首も絶対回すんだけど、硬いから全然一向に柔らかくならんね。なんでなんだろう、マジ謎。頑固すぎる自分の足首。そうなんですよ。バスケのシューズもすぐにダメな人、確かに走るしね、バッシュとかね。確かにな、それはそうかもしれない。いやでもバスケットシューバッシュかっこいいって私めっちゃ思うんだよな。いっぱいあるじゃん、その靴でも売ってるじゃないですか。めっちゃかっこいいよね、すごい。私スラムダンク見て思ったもん。かっこいいと思ってさ、めちゃくちゃかっこいいよね。ああいう、いい靴履いてる人見るよたまに。あと靴屋さん行くといっぱい並んでる、あのジョーダンのやつ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 、私ちょっと名前知らないんだけどさ、かっこいいよねあれ。おお、生かしてるって思う。高いけどね。ゆりなさんたちもビジュアル仕上げるのお金かかると思う。あ、かけてる人はかけてますよ、そりゃ。ビジュアル、その自分の美容にエステ行ったりとか、そういうなんかこうお肌をきれいにする施術受けたりとか、してる人はめっちゃしてるけど、私はね、してない方かも。逆になんか最近頑張ってするようには、あの針行ったりとかしてるんだけど、でもそれも今年
ぐらいからだから、ほんとそれまでマジで何もやってないの。本当に普段の化粧水、美容液、乳液、保湿クリームぐらいしかやってない。強いて言うなら私まつげ生えてないから、まつげ美容液がちょっと高いの使ってるぐらいで、そう、もうまつげほんと生えなくて、だからそれぐらいしかほんとマジ全然自分課金やってない。でも自分課金マジやった方がいいと思う、アイドルだし。まあ私がね、選抜ぐらいに入ればマジ全力で自分に金かけるんだけど、ちょっとなー、そんなね、そんな優雅なことやってられんのんでね、正直マジ生活しとるんで。そうそうそう、自分も硬すぎて足全部つけてしゃがめない。あ、体育座りのこれできないやつ、こうやってなんて言うんだっけ、こういうのっておかっこまりのこういうやつ、ちょっとわかんない、なんて言うんだっけ、あのこうやって立ってさ、硬い人だとさすぐコロンって後ろに転がっちゃうやつね。うちもねめっちゃね硬いからできるけど、めっちゃ硬い、もうピーンって感じ。あ、そう、川村選手のこと褒めてたの、アイザイア・トーマスさんって方みたい。そう、その方、そうなの、その方が褒めてたツイッターで。そうで、それでみんながわ見つかったねみたいな、すごいみたいな、そう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 、そう、ありがとう、調べてくれたの、わざわざ優しい、ありがとう、めっちゃすっきりしたんだけど嬉しい、ありがとう、優しいね。バッシュ何貼ってあるね。あ、バッシュにも何貼ってあるんだ。何何貼って。どういうこと？メーカーってこと？あ、メーカーってこと？あ、そうなんだ。へえ。バッシュなんて買ったことないからわかんないな。そうなんだ。バッシュ流行ったな。昔はスニーカー代わりに履いてる人いっぱいおった。そうなんだ。そうなんだ。でもかっこいいよね、ビジュアル。まるまる48でジョーダンの靴履いてる人。そうなの？学生の頃バスケ部めちゃくちゃ人気あったな。それスラムダンクが流行ったけんじゃないの？スラムダンクめっちゃ売れてからさ、バスケット部がめちゃくちゃ盛んになったみたいな伝説ありますよね。ね。でも確かにスラムダンク見たらさ、バスケ入りたくなっちゃうよね。 しかもなんかかっこいいしね、スラムダンクね、わかるよ。そう、調べた出て、本当ありがとう。るんちゃんの卒業公演頑張ってね。だってありがとう、頑張ります、楽しむぜ。まあ主役はるんちゃんなんでね、もううちら楽しんだら OK って感じかなって思ってます。盛り上げて盛り上げてイエーイって感じ。そうだね、スラムダンクで一気にメジャースポーツになった。あ、そうなんだ。海外では最近スラムダンクがブームで、湘南聖地巡礼する、あそこのさ電車のとこさ、うちも行ったことあるけどさ、めちゃくちゃさ、あの聖地巡礼じゃないですか。でもあそこでなんか本当に結構危ないらしいよ、マジ車が来るんだけど。だからなんかああいうあそこ行く人とかは本当地元の人が結構うーんってなっちゃってるからね、まあ、マナーを守ってというかね、安全をあれしてね、車がやっぱ普通にいっぱい通るところなんでね、聖地巡礼ねできたらいいなって思いますね。あ、私バスケットボール持った絵になりそう、本当にありがとう。でも体育の授業ではやってたよ。でもね、何がきっかけで嫌いになったかって言ったらね、あの中学生の時顔面にバスケットボールぶつけられて鼻が腫れてからむちゃくちゃ痛くてさ、なのにめちゃくちゃ痛かったのにさ、なんか大丈夫大丈夫みたいな、大丈夫みたいな、すんごい軽く先生にもあしらわれすぎて、ちょっとそれにイラッとしてね、ちょっともう無理になった。めっちゃ痛かったので、鼻腫れちゃったから鼻がねちょっとこうやって歪んでたんですよ、こうやって。もうそれが本当にトラウマで、そっからその
のなんかちょっとバスケ怖くてボールが怖くてあの硬いじゃないですかボールが思いっきりこうやって投げられたのがカーンってぶつかったんですよ。そうめちゃくちゃそれでちょっとバスケ怖くなっちゃってなんかバスケはやらなくなっちゃったね。そうあのスラムダンク好きやけど見るのとか好きなのよ。だけどやるってなったらちょっとぶっちゃけ怖いかも今でも。そうるんちゃん応援するけどゆりなちゃんもいつも通り応援しますって お待ちしておりますゆりなちゃんスラムダンクのはるこさんみたいに可愛い。本当ありがとう。そんなマドンナ的な、ありがとうございます。でも私推しるルカワじゃないんだよりょうちゃんだからさ。マジかっこいいよねりょうちゃんね。しかもさりょうちゃんが推しなんだけどさ、それでさ W 勇気選手がさもうそれこそさね活躍されてたじゃないですか。えマジで本当ダブルりょうちゃんだ、あダブルりょうちゃんだ、リアルダブルりょうちゃんだなと思って、ポイントガードいやすごいなと思いましたね。司令塔かっこいいわやっぱり。あやさん派でしたって、おりょうちゃんの好きなりょうちゃんの好きな、わかる、大人の女性って感じするよね。めっちゃわかります。スラムダンクの影響で女子もバスケが流行ったよ。え女子バスも流行ったんだそれで、はあ、すごい。え私もりょうちゃんになりたいみたいな、そういうこと、シンプルにかっこいいみたいな感じか。いいね。なんかやっぱ何がきっかけでもそうやってスポーツが盛んになるっていいよね。だってさ WBC でもさチェコのさ戦い見てさ、全然チェコってさ野球あれだったけどさ、めっちゃチェコをやる人口増えたりとかさ、そのヨーグ売ってる店がさなんかいっぱいあれきっかけで買ってくれる人が増えましたみたいなニュースでやってたんよ。だからやっぱ何きっかけでもさ競技人口が増えるってやっぱ嬉しいことだなって思いますよね。競技人口が増えるのとともに、あとはまあ注目される度合いとか、なんかそのファンの人とかね、観客総動員数とかがやっぱ増えることってすごくいい経済効果というかもあるし、盛り上げることに関してはすごくいいことですよね。だから WBC にしかり、あのサッカーにしかり、あれなんだっけ、ラグビーにしかりね、今回のバスケにしかり、やっぱりいい影響って与えてるんだなってめちゃくちゃ思いますし、めちゃくちゃって感じ。自分は背が高いので勝手に上手だと思われて、実際に全然下手だから嫌になった待って、私のにめっちゃ似てる。うちはサウスポーで先輩が、男子のね先輩でサウスポーの人がめちゃくちゃ上手かった人がいたんですよ。でもその人ってずっとちっちゃい頃からテニスやってた人なんですけど、サウスポーで上手くて、で私サウスポーだったからできるって思われたんだけど、全然下手くそだったから、めっちゃ見かけ倒しやないかいって言ってめちゃくちゃ言われてましたそう、ゴリ派はいないんですか？ゴリ大好きよ。ゴリ大好き。ゴリめちゃくちゃいいじゃん。うちゴリみたいなお兄ちゃん欲しいんだけど、マジでかっこいいよ。あんなお兄ちゃんおったらマジで自慢なんだけど、めちゃくちゃかっこいいじゃん。ゴリお兄ちゃんに欲しいね。ゴリが、聖地友達が通ってた高校。そうなの？関係ないけど、光の子、あれ囲碁指すやつか、ブームになった時それきっかけで囲碁始めてプロになった人もいます。すごい。でもなんか本当にでもそういう人ってめっちゃいるよね。結構そうだよね、わかる。元水泳部としてはフリーのおかげで水泳好きになった人増えたって聞いて嬉しかった。だった。おーフリーね。私フリー途中までしか見てないのよ、アニメ。実はそうなんです、フリーねアニメ途中までしか見てないんだけど、そうなの、フリー見てましたよ。
そうなの、あのね、キャラクターが途中でいっぱい増えたじゃないですか。あのシーズン2みたいなさ、緑の髪の毛の少年が主人公みたいなのになってたの、ちょっとあったり名前忘れてたんだけど、あれぐらいからちょっと、ね、見てないんだけど、フリーも見てたよ。めっちゃいいよね、あれすごい。私もめちゃくちゃ面白くてブワーって見てたんだけど、なんか忙しくなっちゃって見れなくなっちゃったの。そっからね、なんかアマプラで見てたんだけど、フリーが見れなくなっちゃって、そうで、それでね、あのなんかやめちゃったんだよ。でも今確か見れるようになったんかな、また。そうよし、じゃあちょっとね、もうちょっとで家出るから、ちょっとそろそろ終了にしたいと思います。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ランキング間違えた。いつもランキングとさ、このさ、アイテム投げたくれたやつ間違えるんだよな、押すの。13位光百 X さん、12位君の実さん、11位ヤングさん、10位ゼロさん、9位シュガーさん、8位ジェリーさん、7位ギョギョギョのゆりこちゃん、6位近いしさん、5位沢本さん、4位さきもりさん、3位もぼろしさん、2位にきおさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。というわけで今日はね、るんちゃんの卒業公演ということで、皆さん一緒にお家であったらね、それなりにね、声を気にせず近所迷惑にならん範囲で、まあでもね、大丈夫ですよ。だってみんなどうせバスケ見てキャーとか頑張れとかって言ってるから、みんな全然聞こえないから、オンデマ見ながら頑張れおーおーイエイイエイって言っても絶対わかんないから大丈夫だと思います。中には多分なんか、あの、うちのね、コメントくれた人にはバスケ見ながらオンデマ見ますみたいな二刀流の方もいらっしゃって、マジ感情忙しいし、でも バスケなんて見てたらオンデマ見れんだろうって思うんですけど、頑張ってるんちゃん応援してあげてください、盛り上げてください。で、劇場にね、来てくださる方は現地なのでね、みんなで一生懸命声出して盛り上げて楽しい時間を一緒に過ごしましょうってわけで、あと、あの4時がね、始まってですね、もう終わったんですけど、また次がね、2時、4時の2時が始まるので、あの昨日またね、夜な夜なね、私はあのまた画像作ったんで、また載せますね、告知しますんで、あの残りわずかの日が1日ありまして、であと残りわずかまで残りわずかの日もありまして、まあツイッター載ってるんで見てくださったら嬉しいなと思うんですけど、完売2ということで、もっともっと完売を増やして5ぐらいまで完売行きたいなって思ってるので、皆さんよかったらお友達誘ってくださったりとか、いろいろしてくださったりとか、まあ、あと舞台見に来てくださる方とかだとね、舞台の感想とかもいっぱい教えてくださったらすごく嬉しいなっていうふうに、思っているのでぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあこの後劇場でね、お会いできる方は劇場で、お会いしましょう。それじゃあバイバーイ。